パレスチナ自治区ガザでのイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘をめぐって、イスラエルメディアは14日、ネタニヤフ首相がエジプトでの救世案をめぐる協議に今後、代表団を送らないと決めたと報じましたハマスは恒久的な停戦や、イスラエル軍のガザからの撤退を求めていますが、イスラエルは拒絶していて、13日の協議も不調に終わっていました。 ネタニヤフ氏はハマスが態度を変えれば交渉での進展も得られるとしています。